倉敷市の児島地区で江戸時代に作られた児島八十八ヶ所霊場を舞台にした映画の撮影が岡山市北区の RSK 山陽放送で行われました。本番よーい、はい。撮影があったのは映画チャリ編です。タレントの相田翔吾さんが本人役で、また岡山在住の子役らも出演します。監督は桑田浩一さん。はい、カット。はい、OK。はい、倉敷市児島出身の桑田監督は、江戸時代に気軽に遍路ができるようにと作られた距離の短い児島八十八ヶ所霊場が舞台の映画石段などを手掛けてきました。今回のチャリ編では、霊場の一つになっている寺の息子が幼なじみの女の子の病気の回復を願い、自転車で遍路をします。寺の息子と過去に番組で共演し好評だったことから、相田さんがさらなる展開を睨み取材に出かけるシーンの撮影がありました。地域活性化はもちろんなんですが、児島に多くの方が来ていただいたり、それから児島八十八ヶ所が、ちょっと廃れているので、これを多くの人に知ってもらいたい、そういう思いがあります。映画チャリ編は来月6日に撮影を終え、10月16日に倉敷市の児島市民交流センターで上映会が行われる予定です。